すいません、これサイン書いてもいいですか。サイン書いていいですか。一応、YouTuber そうなんですよね。はい、どうも、サナマレのプラス。あの芸能人とかのサインが飾ってある店ってちょこちょこあるじゃないですか。まあ一応ね、僕もあの渋谷とか歩いたらね、結構声かけられるんですけどね、あの昔の方が面白かったですとかよく言われるんですけど、そこで思ったんですけど、チャンネル登録者50万人の YouTuber はどれぐらいの店までサインを飾らせてもらえるのか、ちょっと気になりますよね。僕はあのサインを書いてある店に行って、あ、僕もよかったらサイン飾りましょうかって言った時に、登録者50万人の YouTuber がサインを飾らせてもらえる店の限界をですね、調べていきたいと思います。ふい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 。いや、ありがとう、いつも。は、サイゼリアに怒られないことを願う。お疲れ様です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 。バイトのさんのです。 ありがとうございます。この店サインないっすよ。サイン、あ、有名人のサインとかないっすか。ないですね、まだ一つも。飾って大丈夫ですか。あ、ぜひ書いてください。そこに三能さんのゾーンがあるので、そこに手に出そう。ちゃんと仕事もしている。わあ、懐かしい。あ、おばちゃん、はい、お客さんいっぱい連れてきましたよ。あらま、あ、行列できてるんで。ええ、ありがとうございました。ごちそうさまでした。何の名前でちゃう、何の名前でちゃう。飾らせてもらいますよ、ここは。だって2年前にこちらに行列を作ったものです。あ、そうです。あ、そうです、そうです、どうも覚えてくださって、お誕生日がどうも。あ、そうです、いろいろ、はい、ありがとうございます。元気ですか。元気で、元気で。あ、よかったです、よかったです。コロナ大丈夫ですか。大丈夫ですよ、どうぞ。忘れた頃に YouTube 見たとか言って来る方も、はい、この間見てらっしゃるの。あ、嬉しいです。もう2年ですからね。あ、もう、はい、そうなりますかね。ミスを一つ、はい、お願いします。はい、はい、かしこまりました。よかったらこれ飾りましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら、ね、あそこ一緒に。あ、ぜひ書いてください。そこに。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら、ね、あそこ一緒に。サインってあれっすよね、結構知らん人もいますよね。いや、マジでわかんないですよ。いや、マジでわかんない人いますよ。地方局のアナウンサーとか AKB のメンバーとかの、ね、自分で言ってますよね、あれ。いや、じゃないとだって気づかさせられないですよね。店長からじゃないのかな、あれ。やっぱりお客さんから、私 AKB の誰々ですかな、なのかな。または、はい、撮影ですよね、番組の。あ、なるほど、うん。とにかく有名人がいっぱい来てるって数を求めてるのか、有名人の質を求めてるのかで。ああ、数の可能性ありますよね。いや、数です、数ですよ。手相占いの店行ったんですよ、はい、でそこに中日ドラゴンズの三ツ俣って選手のサインがあったんですよ、はいはいはい、三ツ俣のサインがあって、まあ、手相占いですか、僕の経歴言わないといけないじゃないですか、はい、で 50万人の YouTuber でサインの下りなんなかったんですよ、はい、三ツ俣のはあったけど、三ツ俣のはだから俺に興味がなくて三ツ俣に興味があったかもしれないです。三ツ俣と俺どっちが人気ですか。いや、三能物語でしょ。三ツ俣のファンは俺見たことないですよ。ちなみに僕も中日ファンですけど、結構三ツ俣いきなりポンといてもわからないですからね。わかんないですよね。三ツ俣すごいな。ラーメン、サインちょっといいですか。いらない、いらない、有名なんですか。
ココナッツミルクアイス一つと、すみません、これサイン書いてもいいですか？サイン書いていいですか？そうなんですよね。渋谷歩いたら話しかけられるぐらい。2年前が全然です。2年前が全然なんで持参してんのかな。いや、グルメじゃないの。あのマスコミで出たりなんか、そろそろに全部行くのもうすごいんだよ、そのあれは。いやー、サインたくさんすごいですね。みんなロケでね、見えるから、ね、あー、来るんですか。有名人が結構いるんで、サイン書いてもいいですか？有名人がいるんで、サイン。あ、僕、YouTube やってて、50万人です。50万人、ありがとうございます。アンジャッシュの渡部さんが 6.9 万人です。10倍じゃない。10倍ですね、ありがとうございます。自分で再開していいですかっていうのもなかなかいないよ。こっちから言うの。あ、こっちから書く人はいないです。いないよ、初めてだよ。テレビの取材だったり、実際食事に来た人に、もしよかったらサインもらえませんかって、だいたいね、2回ぐらい来るともらう。そんなに目立ちたいのに、僕も一緒に写真撮って、一緒に動画です。ああ、ぜひ。あ、大丈夫ですか。あ、どうも、ありがとうございます。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 もう春先ないからね、今順番待ちなので頑張って早めに飾るようにしますので、はい、YouTube には不勉強なおっさんばっかりの店に来て無理やりサインまでいただいちゃって、はい、無理やりに美味しかったです、また来ます、はい、またありがとうございます。じゃあ早めに飾ります、はい。結構あれですね、芸能人のサインとかすごいですね。よかったらサイン書いて大丈夫ですか？はい、一応 YouTube やってて、そうなの、書いていただいちゃう。あ、全然大丈夫、全然大丈夫、はい、一応貼ってきますね、僕は。あ、ありがとうございます。他の貼る予定はなかったんですけど。どうする？あ、玉城氏の下ですよね。桑田真澄の隣。桑田真澄の隣なんです。一応玉城氏の下で桑田真澄の横なんですね。めちゃくちゃじゃないですか。いやもう額とかいらないです、もう本当に。申し訳なくない、申し訳なくない。すげえ。飾らせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。本当にバルノさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。サインすごいですね、歌詞のサインとか。あ僕のサインいります。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。すいません。 iTunes1 曲あるんですけど。大丈夫ですか。iTunes1 曲あるんですけど。いつものやつ2つ。いつものやつ、いつものやつ、いつものやつ。サイン飾りましょうか。ですか。サイゼリアに貢献してました。結構 だいぶ貢献します。本当読者50万人ぐらい。あ、そうなんですか。あ、大丈夫ですか。いらないですか。今は止めないで前に行くから、君は君のまま青で行けばいい。
2020年ですね、365日、毎日曲を作り続けたら1曲ぐらい名曲ができるんじゃないかと。